はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今年も間もなくハロウィンがやってくるんですが、第五神格もですね、本格的なハロウィンイベントというのが間もなく、10月の19日から始まります。しかもこのイベントではなんと無料でハンターの姿のコスプレをしたサバイバーのイベント限定衣装であったり、ハンターのイベント限定衣装、他にもね、様々な限定の超可愛い、アイテムたちがもらえるといった、本当に、ね、素晴らしいイベントとなっています。そんなね、このイベントなんですが、先日第五神格の運営さんが、このイベントの詳細というのを発表しまして、それがですね、もう超特殊なイベントだったんですね。ということで今回の動画では、この無用の衣装たちをゲットするために皆さんは何をしたらいいのか、というのをね、分かりやすく解説していきたいと思います。あとですね、そのイベントでもらえる、衣装の実際のゲーム内映像というのも、公開されていますので、そちらもね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ですので動画の方よかったら最後まで見ていってください。ではですね、早速まずはどういった、報酬が無料でもらえるのかというところを話していきたいと思います。まあ、こちら以前の別の動画でもね、紹介しているので軽く、紹介していこうかなと思うんですが、まずは SSR 衣装としてこちらの、機械技師のですね、神心という、これは、夢の魔女の衣装のコスプレをした、超可愛いですね SSR 衣装が、なんとね皆さん無料で、イベントをやることでもらえます。でこれだけじゃなくて、こちらのオペラ歌手の、ローレライというね、名前の、衣装、こちらもねもうハロウィン仕様になってまして、こちらの最高な衣装も、皆さんで、ね、無料で獲得ができるというものとなっております。でこれだけでなくて、こちらの機械技師のエモートだったり、こちらサバイバーの共通の、可愛いね猫の、携帯品、こちらだったり、あとはねログイン報酬としてこういった、このね、アイコンだったりがもらえます。そしてイベントのシナリオを進めることによってこれらのね、報酬ももらえるといった本当にね豪華なイベントとなってます。それではですね、今回無料でもらえるこの衣装たちの実際のゲーム内映像、一緒にね見ていきましょう。はい、ということでこちらがですね実際のゲーム内映像になるんですが、まずは機械技師の SSR 衣装から見ていきましょう。はい、こちら夢の魔女のコスプレをした、機械技師なんですが、本当にですねクオリティがねめちゃくちゃ高いです。もう超可愛いですね。もうこんな衣装がね無料でもらえるのっていう話なんですが、まあ、これから説明するねイベントをやることによってこの衣装が無料で獲得ができますので、皆さん必ず、今回のイベントにやるようにしてください。でね、こちらの衣装なんですが、今年もしゲットできなかった場合なんですけれども、まあ、来年以降に、ね、復刻する可能性というのはあります。あるんですが、その場合はですね、大量のスコープと交換するであったり、あとはショップでね課金をしてゲットする、なんていう、ようにですね、入手が困難になりますので、まあ、今年、無料でできるうちに必ず、ゲットを、ね、してください。で続いてですね、こちらも、新しいこのイベントの限定衣装、オペラ歌手の、SSR 衣装となります。はい、こちらもですね、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。本当ハロウィン、仕様の衣装となっておりまして、オペラ歌手はですね、実装されたばっかりのハンターということもあって衣装の数がめちゃくちゃ少ないんですね。ですので今回のこの衣装をゲットし損ねた場合、必ず後悔します。はい、もう本当それぐらい、もうレアあの衣装としての価値もありますので、こちらに関してはですね、皆さんゲットするように、してみてください。ですね、続いて見ていくものなんですが、先ほどちらっと映った、サバイバーの共通の SR 携帯品、になります。はい、こちらですね猫の、まあ、携帯品なんですが超可愛いですよね。こちらに関してはサバイバーの共通 SR 携帯品ということで、全てのサバイバーに、つけることが、ね、できる携帯となっています。はい、こちらもね皆さんゲットしましょう。全部無料ですからね。で、そして、ですね、続いてこちら、先ほど言った、機械技師の、この、イベントでもらえる、エモートですね。はい、こちらも無料でもらえるエモートなんですが、こんな感じでカボチャを持ってですね、まあ、びっくりするような、そんな、ね、ものとなっております。で、続いて、こちら、曲芸師のエモート、なんですけれども、はい、こんな感じのお化けにびっくりするもの。あとはこちら、脳幹視のエモートですね。はい、この二つに関してはですね、こちらショップで、新しくね、実装がされるものとなってますんで、ショップからね、ゲットすることが、できます。こちら、忍者のユーバル衣装もね、同様にですね。はい。で、そして、こちら、まあ、このゲーム内かな、赤の境界で走ってる姿が、こんな感じとなっております。まあ、機械技師はね、このロボットの見た目は携帯品で変わるので、あのロボットの見た目は変わらないんですけれども、まあ、こんな感じでリモコンの形が変わったりですね、はい、します。オペラ歌手もいいですね。はい。いや、この移動する時のね、赤いエフェクトがつくんで、結構もう、そことも合ってますよね。はい、いや、可愛い。いや、本当にね、もう、ゲットしたいですよ。
おー、えぐいことしてますね。かなりえぐいことしてますけれども、まあこんな感じの衣装たちが無料でもらえるということになります。はい、ということでここからはですね、実際に皆さんが何をしたら、この衣装だったり、いろんなねアイテムが無料でもらえるのか、というところをね、喋っていこうかなというふうに思います。今年のハロウィンイベントはですね、かなりパワーアップしていまして、まあ、僕が今ね画面で行っている、去年もね、あったこの月夜の脱出モードという、こちらのイベント、これが大幅にパワーアップしたものを、やる必要がね、あります。ではそれが実際どんな風にパワーアップしたのか、映像が、ね、ありますので皆さんこちらをご覧ください。はい、ということで、まあ、めちゃくちゃ進化してたと思うんですが、まあ、一体どんなものなのか、紹介していきます。まずですね、今年から、今までサバイバー4人でやっていたこのイベントに、新たにですね、いたずらお化け陣営というのが追加されます。はい、こちらですね、いたずらお化け陣営、まあ、このお化けの見た目をした、この陣営、まあ、いわゆるハンターですよね、がですね2体追加します、このお化けがですね2体追加しまして、サバイバー4人 VS お化け2体の、2対4の構図で戦っていく、というね、新しいイベントとなっています。もうこれだけ聞いてね、本当にもうめちゃくちゃ面白そうなんですけれども、まあ、サバイバーの目的は、このですね、まあ、今まで通り、この教会から脱出するというのを、目的にですね、やっていきます。で、ハンター側、このいたずらお化け陣営というのは、マップ内のアイテムを利用し、サバイバーの脱出を邪魔するというのをね、目標にやっていきまして、まあ、おそらく、まあ、時間内にですね、まあ、脱出できるか脱出できないかで、この勝利陣営が決まるといったね、ものになります。そして、このイベントをクリアすることによって、イベントコインというのがもらえるんですけれども、それをたくさん集めて、先ほど紹介した衣装であったり、無料のね、アイテムと、交換をして獲得をしていくというのがね、今回の新しいイベントの流れとなっております。ですね、皆さんはですね、この新しいこの、イベント、たくさんねやる必要があるんですね。なんでね、ちょっとこれから詳しいルールについて、紹介していきますんで、こちらも今のうちにね覚えておいてください。まずはですね、サバイバー陣営についてです。サバイバー陣営については、今まであった月夜の脱出モードと、ほぼねやることは変わりません。今までの、まあ、通路をたくさん通って脱出を目指してください。なんですが、今回からですね、新たに、2つのルールがね、サバイバーガニアで追加されております。まず1つ目なんですが、こちら、このですね、爆弾、パンプキン爆弾というのがね、今回からですね追加されました。はい、これ各サバイバー最初の、時点でね、一定数のパンプキン爆弾を持っていまして、マップにあるね、パンプキン補充所というところで、まあ、この爆弾を補充することができるんですが、ちょっとね、この映像を見ていただきたいんですけれども、まあ、この爆弾をね、投げて、ハンター側、まあ、このいたずらお化けに当てることができれば、このハンターをね、スタンさせることが、できます。はい、こんな感じでスタンさせて、まあ、動きを止めることができるんですけど、基本的にはですね、このお化け状態のハンターの姿はね、見えません。
はい、なんでね、まあ、最初の時点はもう結構勘でやるのかな。もう勘で当てて、もう当たったら相手の姿見えてスタンさせれるかなぐらいだと、思ってください。はい。で、まあ、後半にもですね、使い方がありますんで、まあ、そちらはまたそこで紹介していきます。でですね、今回からサバイバーにダウンシステム、まあ、ダウンというね、概念が追加されます。まあ、ちょっとここ見ててほしいんですけど、こんな感じでですね、まあ、ハンター側に攻撃されまして、ダウンをしてしまうと、最初のスポーン位置に戻ります。はいですね、こういったね、まあ、新しい要素がサバイバーには追加されておりますんで、まあ、気をつけてください。まあ、今ね、ちょっと見えてたんですけど、もう一つの使い方からですね、まあ、このロー、に対してですね、もうこのローになったハンターに対しても、爆弾を当てることができますんで、まあ、これはすごいいい使い方ですよね。まあ、こんな感じで爆弾をね、使ってください。で、続いてですね、ハンター陣営です。ハンター陣営は、今回も新しく追加されたんで、本当にたくさんのですね、能力というのがあります。まず一つ目なんですが、特殊能力の1として、このお化けはですね、宙に浮かぶ能力を持って、持っていまして、長押しをすることによってですね、こんな感じでマップのあらゆる場所を、障害物を、ね、乗り越えることが、ね、できます。はい、これめちゃくちゃ魅力的ですよね。こんな感じで、まあ、自由に動くことができるという感じです。さらにですね、このいたずらお化けは、ロッカー、板、あとは一部のろうそくに、ね、取り付くことができまして、ここちょっと見てほしいんですけれども、まあ、まずこの、このね、お化けがですね、この板にね、取り付いてます。はい、こんな感じで、板に取り付くことができます。で、このまず板なんですけど、もし板、この取り付いていた板をサバイバーが倒した場合ですね、ちょっと面白いんですけれども、こんな感じでね、このローの壁、でですね、このサバイバーを攻撃ができるようになります。はい、こんな感じで、サバイバーを攻撃することができまして、1ダメージ与えることができるという感じですね。で、これおそらく、まあ、2ダメージ与えたらサバイバーがスタート地点に戻るのかな。でですね、続いて、こちら、ろうそく。一部のろうそくにもですね、取り付くことができまして、まあ、これも今回から新しく増えたギミックですね。で、このろうそくに取り付いて、で、この近くにサバイバーが、近づくと、なんと、自分がですね、このろう人形になります。で、ろう人形になると何が起こるかというと、サバイバーはですね、このろうをポンポンと、もう、ポン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 とね、このろうを打って、サバイバー直接攻撃ができるようになります。まあ、ろう人形師の、まあ、ちょっとちっちゃい場みたいな感じだと思っていただければいいかな。こういうことでね、本当にね、これめちゃくちゃ面白いですよ。これでサバイバーを攻撃して、スポーン位置に戻すことができるという感じですね。であとはですね、まあ、ロッカーにも、取り付くことができまして、まあ、その場合はロッカー、からね、まあ、出て、ろう人形になって、攻撃をね、できるようになります。で、これだけじゃなくてですね、このいたずらお化けというのは、正しいロッカー、正確なね、合っているロッカーだったり板にも取り付くことができまして、その正しいロッカーに取り付いた場合ですね、なんと取り付いてる間は、これ本来は正しいロッカーでね、サバイバー次のステージに進めるんですけど、もし取り付いていた場合、偽のロッカーに、変わります。はい、なんでね、サバイバーが、正解の場所に行ってるんですけれども、一時的に取り付くことによって偽物に見せかけることができるんですね。はい、なんでね、これをうまくやれれば、サバイバーの時間を一気にね、稼ぐことができますので、まあ、こちらね、ハンター陣営、いたずらお化け陣営やる方はね、こういったね、立ち回り、ぜひぜひね、やるようにね、してみてください。そしてですね、最後に、このいたずらお化けはマップを開くことができまして、ちらっとね、途中で映っていたと思うんですけれども、まあ、マップを開くことによって、あ、こちらですね。マップを開くことによって、サバイバーがアンロックしたエリア、正しい木の板、スタート、地点、転送ロッカー、終点、転送ロッカーの場所を確認することができまして、なんとね、この、スタート地点、転送ロッカー、または終点の転送ロッカーに、まあ、瞬間移動することがね、できますので、まあ、こういったね、ところもね、駆使して、ぜひぜひね、この、いたずらお化け陣営の方はね、頑張ってみてください。はい、ということで、今回のイベントはかなり複雑なんですけれども、ちょっとね、コツがありまして、なんとサバイバーに関してはですね、今のうちにこの19日のイベントが始まる前に鍛えることがね、できます。というのも今ですね、現時点でこの、スキルの脱出通常の、モードがですね、解放されていまして、こちらでですね、皆さん、今のうちにね、鍛えてください。これをまず簡単にね、クリアできるようになってください。というのも、こういった板をね、倒す方向だったり、あとはですね、まあ、脱出の仕方というのは、基本的には変わらないからです。はい。これにプラスで、お化けの妨害が入るという形になりますんで、まあ、今のうちにこの通常モードをね、簡単にクリアすることができるようになればね、圧倒的に楽に、勝つことがね、できます。あとですね、もう一つポイントがありまして、このマップ上にですね、アイテムというのがね、あるんですね。
はい、まあ、あの今から僕もアイテムの場所行くんですけど、アイテムの場所へ行ってですね、アイテムを獲得、一定数アイテムを獲得するとですね、クイック通路という、いわゆるね近道をすることができる、通路がね、開けるようになるんですね。ですので皆さん今のうちにこのアイテムの場所というのを、この通常モードでやってですね覚えるようにしてください。これ僕の予想なんですけれども、おそらくアイテムの場所はですね、変わらないんですね。まあ、今 何試合も僕やってるんですけど、いつも同じ場所にアイテムあるんですよ。まあ、この裏とかですね、まあ、こういったところ、じゃあこのもう一個送るんですよ、すいません。このもう一個奥のまあ裏とかね、本当にあの毎回同じ場所にあるんで、まあ、こういったこのアイテムの場所を覚えておくっていうのもね、あの一つの攻略かなと思います。まあ、もしかしたらちょっと別の場所に変わってる可能性もあるんですけれども、まあ、ここはね覚えておいて損はないかなというところです。まあ、あとはですね、どういったロッカーにどういったやり方をやって、まあ、このロッカーで転送してあの次の場所に行くかとかですね、まあ、こういったところもですね、これも取っていいよこれ、こういったところもですね、まあ、今のうちに皆さんあのサバイバーをやる方は、慣れておいてください。くれるの、わかった、じゃあちょっともらおうかな。でですね、まあ、いたずらお化け陣営に関してなんですけれども、まあ、今回ね新しく、本当に新しく追加された陣営なんで、まあ、事前にねあの鍛えるということは できません。まあ、なんで本当にできることとしたらですね、あの今回のこのルール、このお化け側のルールをしっかりと熟知して、まあ、覚えておくっていうのが、まあ、一番の、まあ、攻略なのかなというところです。もっとですしっかりとした文章、での、ね、説明が、公式 X の方で、第5陣営公式 X の方でね、まあ、ツイートがされていますので、皆さんそちらをちょっと見ていただけたらというふうに思います。まあ、基本的には今回動画で紹介したところでね、わかるかなとは思うんですけれども、まあ、ハンター側、極めたいよという方はね、まあ、そういうやり方もね、ありですね。ありがとうございます。サバイバーはね、こういう感じでみんなでね、この、ロッカーの場所とかをね、このチャットとかを使ってね、共有してね、協力していく、この協力プレイがめちゃくちゃ大事なんで、はい、いや、本当にね、本当大事ですから、皆さん今のうちにやっておいてくださいね。いや、めちゃくちゃ楽しいですよ。もうこの月夜の脱出モード、通常のモードの時点でめちゃくちゃ面白いんですけど、これありましたね、動画でありましたね、パンプキン爆弾補充所。うん、今はね、補充できないんですけど、まあ、本番だとおそらくそこがね、補充所になってるかなと、思います。はい、いやー、ほんと楽しみですね。いやー、最高ですよ。もう無料であんなにたくさんのアイテムもらえるわけですからね、やらないわけにはいきません。でですね、まあ、過去にね、無料でもらえることができた衣装たちもですね、今回ですね、イベントショップで、スコープでね、ゲットすることができるようになってますんで、曲芸者じゃないですね、踊り子の、SSR 衣装と、あと占い師の SSR 衣装かな、それらはですね、スコープショップで交換できますんで、気になる方はですね、スコープ、今のうちにたくさん貯めておいてください。まあ、ショップに新しいスコープのアイテムとかもね、確か販売されてたと思うんで、さあこっちにあるのかな、ありがとう。これかな、ロッカー。違いますね。これじゃない。いや、難しいんですよ、本当に。と、こんな感じで基本的にサバイバーは、この移動ができるロッカーを探していくんですけど、これをね、見つけるのが、ここな、これじゃない。と、これじゃないんですよ。と、これじゃないからね。こっちだね、多分。こっちのルート。これかな、これだ。これ、こんな感じで、どんどんね、移動していくという形をね、取ります。いたずらお化け陣営はね、こういった、正解のロッカーに取り付いてね、ぜひぜひね、サバイバー混乱させてください。いや、ほんと楽しみですね。どっちが有利なんでしょうね。まあ、慣れてるか慣れてないかっていうのは本当大きいと思うんで。ここさらに正解だ。いいね、ありますね、正解が。どんどん正解を見つけることができてますよ。よーし。さあ、おそらくこれで、いけるかな、ケイトまで。いや、まだいけないですね。うん、本当に大変。めちゃくちゃ大変なんですよ。ほんとこんな感じで。教会をね、もうぐるぐるさせられてね。うん、これはちょっと誰かに取ってあげようかな。僕はもうこのアイテム獲得数はもうこれクイックツール今回、まあ、いいか。もうゲームゲットしときましょう。今のうちにゲットしといてね。いやー、ほんとにね、これは慣れないと大変です。もう、僕はね、だいぶもう、去年もやってるのってもありますし、まあ、結構今年のこのね、復刻したこのイベントも結構やってるので、まあ、だいぶ慣れているんですけど、だいぶ慣れててこのスピードなんでね、そう。なんで本当にね、マジで初見でやってると、おそらく全然勝てないと思います。はい。まあ、やっぱね、2対4のバトルなんで、
っとこの次は人と人とのバトルなんでね、やっぱ勝ちたいと思いますので、皆さんやっぱね、今のうちに鍛えておくべきだと思いますよ。うん、まあでも言うてね、もうあのすぐね10月の19日になりますんで、まあイベントが来てから、まあ、いっぱい練習するっていうやり方でも、まあ、全然ねいいと思います。どこかな、もう一つ、おそらくもう一個ねロッカーがあるんですよね。で、正解のロッカーが、あった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 、慣れてる、慣れてるでしょ、もう本当に慣れちゃってるから、もうたくさんやってるから。はい、ということで、こんな感じでロッカーを経由して、あとは、ここですね。はい、ここの、ゲートを、このゲート前の板、最後の板を開ければ、ゲームクリアと、いうことになります。はい、いいよ、ここ開けてもいいよ。はい、ありがとう、ということでね、無事達成することができました。ぜひね、皆さんも、今回のこの新しいイベント、今のうちに知識を入れてですね、無料のアイテムゲット、無料のアイテム衣装をね、ゲットしましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。